ただの事故にしちゃう。やけに警戒が厳重だな。ニュースに映った AI ロボットが気になって来たけど、来て正解だったかも。分かってるって。まずはセンサーを強化してる装置を解除すればいいんでしょ。私のデータにはないが、お前も仮面ライダーなのか。わっ、どこから。次から次へと油断がならぬ。次から次って、俺の他にも。たわいもない。しかし計画を急がねばならんな。俺の名前は左翔太郎。フートにある鳴海探偵事務所の探偵だ。数々の怪事件を相棒と解決。今じゃ警察の手に負えない事件専門とまで言われてる。俺たちはこれまで相棒と共にガイアメモリを使って数々のドーパントという怪人を倒した。そう、俺と相棒のフィリップが二人で一人の仮面ライダーダブルさ。そんな俺たちが巻き込まれたあの忌まわしい大事件は、大事故で封鎖されたエネルギー研究の島セクターシティの港から始まる。なんだよここは。事故の後全島封鎖されて復旧作業を進めているって話だったが、とんでもねえ。港は監視カメラやセンサーだらけ。おまけに見たくない文字が書かれた機械兵士か。これはいろいろと調べてみる必要があるな。お前らこの島を調べてくれ。今は少しでも情報が欲しい。この島に俺を導いたメールにはたった一言、アイダ博士を探して、そう書かれていた。メールには他に何桁もの数字があった。それはある場所を表す座標だった。その座標がこの事故で封鎖された島セクターシティの港湾セクター、つまりここってわけだ。しまった。一体この島はどうなってるんだ。いや、考えるより先にまずはこのピンチを乗り切ることが先だな。変身サイクロンジョーカー。
なら止めてみな。おとなしくしてな。ジョーカーエクストリーム。メタルブランディング。座標の地点まで。何をこそこそ嗅ぎ回っている。うわっ、なんだこの怪物。何の騒ぎかと思って見に来てみれば、ただの虫けらか。探偵らしく決めたかったが、やるしかねえか。ぜ、相棒変身。サイクロンジョーカここはセクターシティ、市街セクターです。市街セクター?どうやってここまで?私は、あのピンチから逃げるために、ここまで緊急転送しただけです。そうか、落としたガイアメモリは?
メモリは…てしょうがねえか。で、お前は何なんだ。はい、私はナビゲート AI のアイト。俺はフートから来た探偵のヒダリ。なあ、この島は一体どうしたんだ。ここはセクターシティ。島中コアエナジーを開発研究し、先日実験の失敗による事故で島は封鎖され、なぜこうなったのか。私…そうか。ところでアイ、この島に来た人物で。アイダ博士、聞いた。事故が起きた実験のゲスト名簿に名前がありますね。俺はそのアイダ博士を探す依頼で。私もこの島の平和を取り戻す人。ああ、もちろんさ。受けたぜその依頼。そうとなったらまずは情報収集が先決だ。あれ、マジかよ。壊れ、部品の故障ですね。替えがあれば直せそうで。そうか、ならまず…でもこのビルの外にも。そうか、ガイアメモリもなくしちまった。見つけたぜ。一つだけ近くに転送されたよ。切り札は今回も俺のところに来る。ジョーカー変身。